芸能人、有名人のスピード離婚、まとめ。最近の芸能人の離婚はとにかく早いですね。そこで、芸能人、有名人の最速離婚は一体誰だ？小室哲哉×吉田麻美10ヶ月。1998年に音楽ユニット TRUE KISS デスティネーションを結成。2001年5月に結婚後、出産。しかし、10ヶ月後の2002年3月、離婚。KISS デスティネーションも解散した。小室哲哉は、8ヶ月後の2002年11月に恵子と再婚。佐々木恭子と池田博之、9ヶ月。2005年5月に結婚したフジテレビ佐々木恭子アナウンサー33と TBS 池田博之キャスター43が離婚秒読みの状態にあることが2006年2月15日分かった。すでに2004年末には別居しており、都内に共同名義で購入した約8000万円のマンションを売りに出している。佐々木アナは朝、池田氏は夕方にレギュラー出演しているが、生活リズムもテレビ局も違う東大卒のエリートカップルはわずか9ヶ月で破局した。佐々木恭子は、2008年に一般男性とできちゃった再婚。石井俊と女子大生、9ヶ月。2010年4月8日、4歳年下の女子大学生と入籍。同年1月に、ハワイで初めて知り合ってから、3ヶ月での結婚となった。2011年1月、入籍から9ヶ月で離婚した。江角真紀子と写真家桐島ローランド、9ヶ月。女優の江角真紀子は1996年に写真家の桐島ローランドと結婚したが、9ヶ月で離婚。杉田薫と会社経営者相川淳太、7ヶ月。2005年1月11日に日産コンツェルン創始者、相川儀助の孫である相川淳太、株式会社テクノベンチャー会長兼社長と結婚。交際わずか1ヶ月ちょっとでのスピード婚に、マスコミはセレブ婚と騒ぎ立てたが、7ヶ月後の2005年8月11日に離婚。吉川ひなのとイザム、7ヶ月。ママごと婚と呼ばれたことでも話題になったモデルの吉川ひなのと、歌手のイザム。二人は1999年に結婚したものの、7ヶ月で離婚しました。和歌山喜一郎と仁美亮、5ヶ月。故、和歌山富三郎さんの息子で、俳優の和歌山喜一郎、47、と、故上原健さんの娘で、女優の仁美亮、32、の離婚が2015年10月中旬に成立していたことが8日、分かった。5月17日に入籍してから、5ヶ月での離婚となった。ビッグダディ、林下清と三好治さん、4ヶ月。ビッグダディことタレントの林下清、49、が、2015年4月11日に結婚した一般女性、三好治さんと8月に超スピード離婚していた。5度目の結婚生活は、わずか4ヶ月。これで、なんと末後だ。2016年6月までに、ビッグダディは、5人目で7度目の結婚。ビッグダディは、もう、相手の名前を覚えていない。という。山本太郎と有沙耶樹里、プロサーファー、3ヶ月。山本太郎参院議員、38、は、2013年8月6日夜に記者会見を開き、12年5月に結婚した一般女性と同年8月24日に離婚していたことを明らかにした。離婚の原因は、結婚後自身の活動が原因でほとんど家に帰れず、同じ時間を共有できなかったことが一番大きいとした。離婚をこれまで公表していなかった理由は、元妻の家庭が複雑で、実家に戻されるリスク、マスコミに追いかけられるリスクから守りたかったということだが、私人から公人になったことで隠していたことは明らかにしなければ、との考えで会見を開くことにしたという。葉月リオナと寿司職人、3ヶ月。2001年10月、ハワイ在住の寿司職人ギャレット・ウォンさんと電撃結婚。出会って、4日で葉月からプロポーズ、約3週間後に結婚した。
芸能界引退も示唆していたが、わずか2ヶ月ほどで離婚した。遠野凪こと、一般会社員1回目72日、バー経営の男性とは2回目55日。2014年5月5日に、バー経営の男性39と再婚した女優の遠野凪こ34が、6月28日、離婚したことが分かった。30日付の自身のブログで報告した。結婚からわずか55日での離婚となった。遠野は2009年5月に一般男性と結婚するも、2ヶ月後の7月に離婚。2014年5月にバー経営の男性と再婚し、お互いが近所で暮らす別居婚をしていた。